金にこっぴどく嫌われた男、ルギーただ一人で挑む人生逆転リアル軍事ゲーム。まあということで、500万円以上の資産だと思っていた自慢の86が査定では2、30万だという事実を知った文治、かわいそうでしょ。そしてリアル開示の書類審査でも落とされ、日々ふりかけご飯で過ごしている文治。これがすき焼きの、粉末です。いただきます。目つぶってくるかな。うまっ、これすげえ。あ、すき焼き、いやふりかけ、あ、すげえ、すき焼き食ってる気分だ。悲惨でしょ本当に。そんな貧乏神に宿られし文治、成功すれば賞金が手に入るやもしれない。人生逆転のチャンスを勝手に設けてみました。文人のみが参加できるリアル文字ゲーム。そんなリアル怪獣のパロディを近々 YouTube で生配信してみようかと企んでおります。まずはリアル文字ゲームを勝手に開催する前に、そのことを何も知らない文人本人にリアル文字ゲームに参加の意思があるかを聞いてみました。もしもし、桜井文人様のお電話でよろしかったでしょうか。あの、どちら様でしょうか。私はリアル文字事務局の者ですが。はい。あなた様はリアル会議には書類審査で落とされていますが、この度桜井文人様はリアル文字ゲームに参加していただける権利を獲得されました。何ですかそれ。リアル、私の方がリアルな文人ですよ。参加のご意思はおありでしょうか。え、ふりかけばかりのちょっぱい人生、逆転してみたくありませんか。これはもしかして1億円もらえるということでしょうか。参加したら。それはまだお答えできません、このクズ野郎。参加のご意思は終わりでしょうか。あの、リスクが、リスクとメリットが全くわからないじゃないですか。お金はもらえます。お金はもらえます。1円かもしれないし1兆円かもしれないと思うんですよね。1万円以上です、このクズ野郎。1万円以上か。まあ、じゃあ、でもそんなリスクは高くないでしょ、1万円だと。じゃあ、やります。最初から素直にそう言えばいいんですよ、川崎在住のクズ野郎。それでは最後に、私どもの質問の後に即答でお答えください。え？参ります。リアル文字の賞金で買いたいもの3つ、即答してください。ゲロイカのクズ野郎。パソコン、もっと速いやつ、編集しやすいやつ。86の、あの、色の部分。色、86の外側の色の部分。まあ、色の部分です。塗料の部分。あともう一個が、布団。ということで、文人さんは賞金でね、布団が欲しいそうです。ちなみに文人さんが今使っている布団は、20年前に買ったボロボロになった布団で、今年の冬場なんて毛布がなくて、段ボールよりも薄くなったその掛け布団1枚で過ごしたそうです。住む家があるのに生活スタイルはホームレス。そんな文人さんに挑戦してもらいたいね、リアル文人ゲームのゲーム案などあったらコメント欄にね、書いておいてください。それでは、忘れていませんよ。それでは